またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよね。こんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだから、やったな、ゴン。キルアもね。こんなの楽勝だよ。そっちは？うん。それが。はは、その様子じゃ、適当に3人倒して6点ゲットしたんだな。まあ、無理もないよな。あのヒソカがターゲットじゃ、命がいくつあっても足りないもんな。これ。お前、取ったのか？ヒソカのプレート。取ったことは取ったんだけど。すげえ、信じらんねえ。本当にひそかからプレートゲットしちゃうなんて。お前どんな魔法使ったんだ？いや、そのもらったんだ、これ。は？もらった？まあ気にしないでよ。わけわかんねえよ。言いたくないって言うなら無理に突っ込まないけど。そういうわけじゃないんだけどさ。まあ何があったって合格は合格だ。せっかくここまで来たんだし、お互い最後まで頑張ろうぜ。泣いても笑っても次が最後の試験らしいからな。うん。二人とも全員受験生の部屋に集合だ。きっと最後の試験の説明だ。行こう、キルは。何やるんだろう、ワクワクするな。おいおい待てよ、ゴン。みんなご苦労さん。ここにいる9名が予知試験の合格者というわけだ。しかし9人中6人がルーキーとはな。いや、今年は豊作だ。ほっほっほっ。ルーキーが合格する確率は3年に1人。だが周期みたいなものがあってな。10年ぐらい1人も合格者が出ない年が続くと、こうしてわーっと有望な若者が集まることがある。俺たちはその有望な若者ってわけだ。自分で言うな。第一、我々はまだ合格したわけではない。緊張すんなって。ここまで来れば合格したも同然だぜ。なんてったって次が最終試験なんだからよ。そいつに受かっちまえば俺たちは晴れてハンターの仲間入りってわけだ。そうだろ、会長さんよ。よく喋る忍者じゃな。最終試験は3日後、ハンター委員会が運営するホテルを借り切って行う。それまでの間、十分英気を養っておきたまえ。質問。最終試験ってのは何をやるんだい？秘密。何？ほっほっほ、楽しみに待っておれ。前に乗った時はすし詰め状態だったが、この飛行船もさすがに9人だと閑散としてんな。しかし気になるな、あの寝てろじいさんの口ぶり。一体何をやらせるつもりなんだ。そんなことここに来て気に病んでも仕方があるまい。うわ、つまんねえやつだな。みんな緊張してんだからもっと場を盛り上げろよ。そうなのか。それにせっかくここまで生き延びてきた同士だ。最後は全員で受かりたいじゃねえか。柄じゃねえ。何？トリックタワーの時に仲間蹴落としても試験に合格するとか言ってなかったっけ？それはそれ、
これはこれだ。とにかくルーキーの俺たちがとやかく言っても仕方がない。ここは一つ経験者に聞くのが一番じゃないか。確かに。ごもっとも。ん？あ、俺はダメだ。3年前に四次試験で落ちた。最終選考までたどり着いたのはこれが初めてだ。なんだ、頼りにならんな。ほっとけ。そちらは？ん？最終試験のこと何か知っているのでは？おう、ポドロさんだっけか。あんたならなんか知ってんだろ。亀の甲より年の子。うん。去年一次試験で落ちた。ダメじゃん。だが試験の内容を推測することはできる。話なんねえ。まあ聞け。これまでの試験内容を振り返ればおのずとわかることだ。ん？まず一次試験は体力テスト。ハンターとして必要な体力、持久力を測るためのテストだった。二次試験は洞察力。最初の課題だった歌の丸焼きは、あの特殊な進化形態から相手の弱点を。そして寿司は試験官の言葉をもとに寿司そのものを推測する力を測るテストだった。三次試験は？うん、前半のトリックタワーの試験はそれぞれのコースによって違うようだが、基本的に精神力を測るテストだったようだ。確かに俺たちは72時間っていうタイムリミットと迷路みたいなトリックタワーの中で極限状態に追い込まれていた。次の軍艦島の中では我々の協調性が試された。四次試験は何をか言わんや、それらの総合力が試された。傍釈はいいから、あんたの考えを聞かせてくれよ。最終試験は何が出る？わからぬか。まだあるであろう。これまでの試験の中で未だ試されていないものが。何？なんでよ、おっさん。その試されていないものってのは。それは、ハンターとして必要な知識の数々。すなわち、ペーパーテスト。ここまで来て筆記試験か。確かにハンターたるもの、歴史や生物学など学問に精通していないと務まらない場合もあるだろう。確かに試験ってのは実技と学科二つで一つなんてこった。最後に一番きっついのが残ってるなんてよ。勉強なんてここしばらくやってないぞ。そうだ、この飛行船確か図書室があったはずだ。よし、行くぞ。それなどと何の根拠もない適当なことを言ってしまったが、まあよし。なんだ。どうした、勉強しないのか？今さらちょこっと勉強しても意味ないかなって。俺頭使うの苦手だし。人それぞれだ。キルアもラウンジでお茶してた。そっか。ゴン。ん？四次試験で何があったんだ？ゼビル島で合流した時様子がおかしかったのが気になってな。俺のターゲット、ヒソカだったんだ。それは、苦渋がいい。ヒソカの隙を見て、一度はプレートを奪ったんだけど、俺も他の人につけられてさ、あっさりプレートを取られちゃった。その後、ヒソカが追いかけてきてさ、プレートを取り返したんだけど、ヒソカ、わざと自分のプレートを俺のところに置いていったんだ。それは貸しだ。いつか返してくれればいいって。俺がいらないって言ったら、ぶっ飛ばされて、それで。僕の顔に一発ぶち込むことができたら受け取ろう。それまで、君に預ける。やり返すことができなかった自分が、すごく、悔しくて。
その後、なんか無性に情けなくってさ、あまりに自分の力が不足してるような気がして。このまま合格したんじゃ情けないし、せめて誰かの役に立ちたくなったのかな。それでクラピカとレオリを探したんだ。そうか。ありがとう。なんか喋ったらすっきりした。その無念さを、悔しさを晴らしたいのならハンターになればいい。お前が言った言葉だ。うん。私やレオリオがここまで来られたのはお前のおかげだ。本当に感謝している。もちろん俺だって。一緒にハンターになろう、ゴン。うん、ありがとう、クラピカ。しかし、いい意味で予想が外れましたね。最終試験に9人も残っているなんて。一番意外なのはこいつよ。真っ先に落ちると思ったわよ。もしかしてシャワー覗かれたことまだ恨んでる？当たり前でしょ。仮にハンター試験に合格しても、この私が潰してやるわよ。ところで会長、最終試験は何をやるのですか？そういえば私たちもまだ聞いてなかったわ。ルーキー豊作の年といっても、そのうち何人残るかは最終試験次第だものね。うん、それなんだが、ちょいと準備が必要でな。準備？何やるつもりだろう。はて、会長のお考えは私にはさっぱり。298年南方に遠征した古代スミ族は295年中原を統一し、大バルモス帝国を建国。ダメだ、とてもじゃないが3日じゃ覚えきれん。オールドビス、オールドビス、オールドビス、オールドビス。何をしている？いや、ちょっと奥の手をな。あー、てめえ、そのカンニングペーパー一つ作るのに何時間かかったと思ってんだ。そんな努力してる暇があったら、もっと真面目に勉強したらどうだ。できたらとっくにやっとるわい。なんだこれは。あ、立て。まあ、そうまでして合格したいか。苦戦してまでハンターになりたいのか。悪いか、ハンターのライセンスさえもらっちまえばこっちのもんだ。おい、どこ行く？知れたこと、試験官の部屋だ。って、まさかお前。本当に最終試験が筆記試験なら、問題ぐらい置いてやるはずだ。貴様もカンニングか。忍びは任務遂行のためならどんな手段も正当化される。さらば。待って、貴様。抜けだけは許さねえ。離せ離せ、このうんこ帽子。俺にも面白いよ。一人じゃダメだろ。2年生の皆様にお知らせします。これから番号を呼ばれた方は一人ずつ応接室まで来てください。まさか最終試験。早すぎる。では我を見放したか。受験番号44番の方、お越しください。まあ座りなされ。まさかこれが最終試験かい？まあ参考までにちょいと質問するだけじゃよ。まずなぜハンターになりたいと思ったのかな？資格を持っているといろいろ便利だから。おお、例えば？例えば、人を殺しても免責になる場合が多いしね。ブラックリストハンターなら、お尋ね者の生死は問わないなんてことはザラでしょ。なるほど。では、この中で一番注目しているのは？彼かな。こっちの405番も捨てがたいけど、一番は彼だね。一度手合わせ願いたいな。では最後の質問じゃが、この中で一番戦いたくないのは？彼もそうだけど、今はまだ戦いたくないという意味ではこの子が一番かな。ちなみに今一番戦ってみたいのはあんたなんだけどね。ご苦労じゃった。下がってよいぞ。
食えないじいさんだな。まるで好きだらけだ。毒気抜かれちゃったよ。ほらお前だよ、お前が行け、ほら何早く行け、ほら どうして俺が、ああったったかどうだった最終試験。うん、バッチリ。何が出た。秘密。くっさー。53番の方どうぞ。心の準備が。うん、では一番注目しているのは彼です。見る限り一番バランスがいい。では一番戦いたくない相手は。密かです。正直戦闘ではかなわない。うん、下がってよい。あのこれって最終試験じゃ。はあ、これはただの面接じゃよ。うわあ。ということは最終試験は現地到着後か。今から徹夜でカンペ作ればまだ間に合う。って真面目に勉強する気はないのか。注目という意味とは外れるかもしれないが、彼は嫌でも目につく。この二人とは戦いたくない。武闘家として子供と戦うなど考えられん。ヒソカが一番気になってる。いろいろあって三人は選べないや。こいつしかいないだろう。俺もいろいろ修羅場をくぐってきたが、こんなヤバい奴は初めて見た。だからこいつとは戦いたくねえ。いい意味で彼、悪い意味で彼だ。理由があれば誰とでも戦うし、なければ誰とも争いたくない。ゴンだ、恩もあるし合格してほしいと思うぜ。だからゴンとは戦いたくねえな。お前さんが最後じゃ。ハンターを志したきっかけは？別に、ただの暇つぶし。暇は潰れたかな？試験はつまんないけど、集まってくる奴らは面白いね。では一番注目しているのは？やっぱりヒソカかな。一番戦いたくない相手は？こいつかな。戦っても面白くなさそうだし。嘘は困る。わかる？最終試験の参考にすると言ったじゃろ。適当なこと言われると支障が生じるのよ。一番気になるのはゴン。うん。なんかよくわかんないけどさ、あいつと一緒にいると面白いんだ。飽きないっていうか、だからあいつとは戦いたくない。友達か？そんなんじゃないよ。どうかな、うん、まあいい、下がっていいぞ、うん、ああ、これで取ったんだな、密かなプレート。うん、でもその後すぐ他の人に狙われて取られちゃったんだけどね。バカで、本当にお前ってすごいのか抜けてんのかわかんねえやつだよな。抜けてるはひどいよ、傷ついちゃうな。そんな玉かよ。あのヒソカ相手に五分の勝負したんだろ。ずぶとさは折り紙付きじゃん。正直見直したぜ。実は内心ビクビクだったんだ。うまくいったのは特訓の成果だと思うけど。特訓？特訓。仲がよろしいことで。二人とも最終試験のプレッシャーなんてみじんもない。自然体そのものだ。レオリオも少しは見習ったらどうだ。うるさいわい。まぐれだよ、まぐれな。おいゴン。なるほど、思ったより偏ったの。何をなさっているんですか？最終試験の組み合わせ表じゃ。組み合わせって？
まさかトーナメント戦でもやらせるつもりですか？ほっほっほっほ、その通りじゃ。これ。会長、これ本気ですか？大マジじゃ。確かに本気の目だ。皆様、長らくお待たせしました。まもなく最終試験会場に到着いたします。いよいよか。さあ、筆記は完璧だぜ。どっからでもかかってこい。最終試験は1対1のトーナメントで行う。トーナメント?筆記試験じゃないのかよ。筆記？誰じゃ、そんなデマを流したのは。ではトーナメントの組み合わせを発表する。これはもしかして今年の合格者は一人ってこと？最終試験第1試合、トランプ対クルタ二刀流開始。次回、ハンターハンター、ヒソカ、クラッカ、クモのささやき、俺はその次。